タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。ではどうぞ。はい、失礼します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今宵もタイガーファンディングの面々が鋭く目を光らせる。ではまずお名前をどうぞ。石塚隆明、42歳、千葉県柏市から参りました。緑川龍太です。38歳、千葉県流山市から参りました。次に、あなたの希望する投資形態は。はい、投資でお願いいたします。ではあなたのファンディング希望額は。はい、550万円です。あなたが思い描く未来の姿は。世の中の生きづらい人たちをビジネスと社会貢献によって救っていきます。ではオールアナシン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザファンド。それではあなた方の簡単な経歴と事業プランをお聞かせください。世界のセレブが酔いしれる街、銀座の夜から虎が舞い降りる。銀座高級クラブ7へ、オーナーママ唐沢七重。新時代の銀座を彩る SNS 戦略で莫大なフォロワー数を獲得。その影響力はまさに夜のバタフライエフェクト。果たして志願者たちは伝説のママまでも酔わせることができるのか。簡単な経歴と事業プランをお聞かせください。私から、はい、平成24年に、株式会社アドバンスというものを立ち上げました。これは障害者福祉事業です。でその後に、25年に、株式会社、ね、ネクストイノベーションという、これはあの施設を立ち上げる、会社になります。その後、その障害者施設を運営しながら、平成28年に代表を交代して、私はちょっとフリーで動かしていただくようになりました。私はあの大学卒業した後に経理の方をやっておりまして、あのその後ちょっとあのフリーの、すぐ退職しまして、フリーの時期が3年ほどちょっとアルバイト生活をしてまして、であのまあ、あの家業の方が営業をやっておりましたので、医薬品業界の方にあのたまたま、拾っていただいて、まあ、そこから11年営業の方、製薬業界ですね、やっておりました。今回は、緑川さんが法人を立ち上げて代表者になったということなんですよね。はい、4月9日に立ち上げました。はい、では、石塚さん、今回のビジネスプランを簡単にご説明ください。はい、手堅く、稼げる障害者施設グループホーム、事業の、展開でございますの、コンサルティングでございます。グループホームというのは、はい、何ですか。はい、簡単に申し上げると、障害者手帳、もしくは、そういう書いてあるんですけど、生きづらい方ですかね。生きづらい方っていうと、障害者でないあのグレーゾーンの方もいらっしゃるんですけれども、そういった方々が親亡き後、もしくは家庭に、いられない方たちが一緒に共同生活を、する場所という表現でいいと思います。サビ缶をお持ちなんですか。あ、はい、私多分あの珍しいと思うんですけれども、サビ缶持ってますし、あのサビ缶ってあの、種類によって分かれるんですけども、今は統一されちゃったんですけども、2年前に全部のサビ缶を、受講は終わりました。すごいですね。なかなか持ってる人少ないですよね。なんかあの資格もお持ちなんですか。大学卒業の後に、取ったというよりはくっついてきた、資格があります、はい、あの介護福祉士を持ってるからあのなるのが早かったとかじゃなくて、あの大卒で福祉施設に長く勤めてたから自動的にもらえたみたいな、そういうやつ。はい、大学を卒業する時点にいただいた。あ、なるほど、はい、福祉系の大学だったからっていうことなんですね。はい、サービス管理責任者の、略称で、福祉施設の、まあ、責任者、その資格を持ってないと、まあ、あの開けない福祉施設が結構あるんですよね。なんで貴重な存在なんです、福祉施設にとっては。サビ缶をすごいどこも募集してたり、優秀なサビ缶が欲しいなんて皆さん思ってると。男たちが提案するのは、障害者のためのグループホーム事業、社会に貢献したいと語るが、果たしてこの思いは虎たちへと伝わるのか。
事業内容がちょっとこの資料では分かりづらい感じがするんですけど、はい、申し訳ないです。ですね、その事業形態としましては、その施設を作るためのサポート、まあ、あの教育係コンサルティング、あの設立のコンサルティングと、あと運営のコンサルティング、多分あのこのグループホームのコンサルティング会社って結構ある、あの何個かあるんですけれども、設立をしてから1年間でコンサルが終わってその後運営が難しいで辞めちゃうところが結構ありまして、実は私あのそのサビ館じゃないんですけども、相談支援専門員っていうのを持ってまして、他社さんのグループホームに行ってその利用者さんの計画を作る役割もやってまして、そこで、まあ聞いてあのオーナーさんとかお話をさせてもらうと、ちょっと運営あのコンサル入ってるんですよねって聞くと、あ入ってますって言って、これってこれじゃおかしいんじゃないですかっていう話をすると、でもちょっと教えてもらってないんですよねって、あこんだけ払ってるのに教えてもらってないんだっていうのも、ものすごく要は、コンサル難民っていうんですかね、設立と途中までしか教わってないからその先の運営が難しくて監査で引っかかったりとかっていう部分が、あなんかもったいないなと思って、こんだけ福祉に向いてきてくれる経営者さんたちなのに教えてもらってないことで 1,2 年で閉じちゃうんだっていうのがものすごくもったいないなと思ったんで、あコンサルもしようかなと思ったり、コンサルティングやってる会社さんの運営指導みたいのもやろうと思ったりしたんですけども、それだったらまあ、自分たちでやっちゃおうかなっていうのが、まあ、大きなあれですかね。ちょっとごめんなさい、はい、福祉業界を全く知らない人にも分かりやすくもうちょっとシンプルに教えてもらっていいですか。はい、コンサルとかわけわかんないんで。コンサルティング会社っていうのが事業、施設あの設立のコンサルティング会社ってありまして、それ何の施設をやろうとしてるんですか。障害者グループホーム、それがまず何なのかっていうのを教えてほしいんですよ。簡単に言うと障害者手帳を持っていらっしゃる方が親亡き後、要は親御さんが先に亡くなりますよね。その時に共同生活ですね、そこに一緒に住むという、老人ホーム障害者3番学習塾業界の虎、政党後継者株式会社エイバー代表林直弘、年商100億、日本初授業をしない塾武田塾の教場数は全国300校を突破、フランチャイズで全国制覇を成し遂げた虎は何を求める。老人ホーム障害者3番って感じですね。寝泊まりするんですよね、あの食事もするんですよね、一緒に暮らすんですね。だいたい何坪ぐらいですか。ですね、あの私たちが提案するのは、坪数というよりは部屋数。はい、何部屋ですか。4LDK 以上の。 4LDK で、何人暮らしますか。はい、4名ぐらいがあの基準というか、あの一番あの過ごしやすい、もしくはあのそこをビジネスとか、4LDK で家賃いくらぐらいですか。15万から20万ぐらい。15万円から20万円の 4LDK を借りて4人の障害者さんを一緒に住む、暮らすっていうことですよね。そういう施設で、それで月の売上はどのくらいになるんですか。私の提案ではあの重度な方っていう表現が、値段が出てくるまでが長いんですよね。はい、平均ですよ、パッと。皆さんイメージが湧いてないと思うんで、 4LDK で、はい、ズバリいくらぐらいですか。月の売上です。まあ大体4人、あの大体平均の、同じじゃん、長いじゃん、早く教えてよだから数字をパッと言ってほしいね。100万円、100万円ぐらいね、はい、月額100万円。家賃いくらぐらいです。で20万ぐらいですよね。そうですね。人件費いくらですか。人件費がまあ大体5、60万ぐらいってことは20万円ぐらい余るってことですか。そうですね、はい、利益は20万ぐらい。1軒作るのに初期費用はいくらかかりますか。初期費用はあの大体あのラン、400万円。400万円かかって月20万儲かるビジネスモデルでいいですか。はい、そういう形で、はい、じゃあそうです。2年回収ぐらいですか。そうですね、うん、はい、そういうのをいろんなところに提案していくというコンサルティングと、はい、そういう形ですか。になります。はい、だから400万円ぐらい用意してください。そういう施設を用意します。はい、そして、月々20万円ぐらい、あの満床になれば、はい、儲かりますよと、はい、そういうのを皆さん作っていきませんかというのをいろんなところに提案していくと、はい、そういうコンサル事業を始めたいということですか。そうですね。こんなんでいかがでしょうか。わかりました。コンサルティングのお仕事なのにプレゼン能力というかがないのはちょっとなかなか契約が取りづらい気もしてしまうんですけど。今宵のタイガーファンディングに挑む2人の志願者、そのプレゼンテーション能力に違和感を覚える虎の面々、男たちに打開策はあるのか。次回、虎との攻防は白熱する。社長がめちゃめちゃ口説けるスキルがあるようには今のところ全く思えないですよ。
こう流暢じゃないし、まあっていう言葉を何回も使うんで自信なさそう。